絶対40、うん、この辺から本線の車両が、うん、おいの車を発見しとるからね、うん、こっからか後ろペタ付けしやがったらバカかよ本当に。あ、くっついて合流したらダメなんだって。あのさっきなんだよ、なんか俺を抜こうとしたんやけど、うん、抜いちゃダメだよ、うん、安全な速度で走らないね、うん、うん、50キロ規制やん、事故があったからね、うん、50で行こう、まだ50、うん、出勤途中に亡くなるなんてかわいそうよ、うんうん、50ということは、うん、まだ事故の調べをしよるか、まあ多分調べが終わっとるけん規制解除しとんやろけど、うん、道路の破損があるかね、うん、何があるか分からんけん、うん、いつでも止まれるようにね、うん、50って書いとったら50、うんうん、予期せぬことがあるけんね、うん、後ろの車やっぱ癖があるわ、うん、だいたいおかしい運転するやつはね、うん、トンネルでライトつけんなよ、うんうん、ダメだよ、見通しがいけん、そのままビューッと行っちゃってもいいけど、うん、うん、特に事故の直後やけんね、うん、何があるかわからんけん、本当に50って書いとったら50で行かないか、うん、うん、もし万が一事故になった時にね、うん、危険を発見した時の速度っていうのが、うん、大事でね、うん、速度制限を超えとったら絶対過失を問われるけんね、さっきのトラックも煽っとったな、うん、バカばっかりやで、言うたら50がかかっとるっていうことは、うんうん、本線に人がおる可能性があるよね、うんうん、落下物の時も、うん、工事の時も事故の時も、うん、本線上で人が作業をしよる、本線上に人がおるけん、うん、その人たちの命を守るための職だけんね、うんうん、絶対ね守らないか、うんうん、若干超過してね近づいとったとしてもね、うん、人を見つけた段階で、うん、その人がおる地点で止まれるようにもうブレーキを開始して、うん、で安全に行けるなと思ったらブレーキを離して、うん、安全な速度で行く、この辺で事故やったの ね、 ねうん、多分正面衝突やけんね、うん、カーブだとは思うんやけどね、うんうん、ここもブレーキ痕あるね、うん、タイヤ痕、うんうん、なんか落ちとる、うん、なんか落ちとる、落下物、あ、靴だ、いや、手袋やね、手袋、うん、落下物の種類によってね、その先に何があるかが予想するよね、うん、うん、タイヤのなんか爆発したようなバーストしたようなかけらが落ちとったら、うん、その先にタイヤがパンクした車が止まっとるし、うんうん、落下物はね、その先にある危険を予測する一つの、まあ、手段というかね、うん、ボディの一部が落ちとったり、うんうん、なんかガラスの破片が落ちとったりしたら、うん、ぶつかった先で停止しとる車があるかもしれんしね、うんうん、だいたいタイヤのその破片っていうのはね、うん、トラックとかね、その車両故障で止まったのが多いね、うん、うん、
規制がかかる前とかはね、知らず知らずね、故障車の近くを100キロのまんま行っちゃう時があるからね、落下物を見つけたら落下物の種類を見て、もしかしたらおるかもしれんっていう気持ちで行っとったら、ここぶつかったんだ、ここトラックのタイヤ痕が壁の方行っとるね、どういうことだ、そうだよな、あがたの人やったね、22歳って言ったらこれからよ、